はい、どうも。都内某所が世界一大好き、ジンです。都内某所がカウントダウン TV に出て、クッキーを披露して話題になってますね。いや、最高でしたね。初々しい感じでね。で、この感動を共有しようと思って SNS を見てたら、こんな風に口パクとか言ってるやつがいますね。で、まあこれね、個人の意見だから、まあそういうのもいいって人もいるかもしんないけど、何がやばいってね、これ司会の江藤アナになりすましてんだよね。最初見た時ね、えっと思って押してみたら偽物だったんですけど、まあ言いたいことがあるならね、自分のアカウントで言えばいいのに、こうやってね、他人に成りすましていいやつね、ほんと許せないなって思いますね。いや、すぐ消せって思いますね。で、リチちゃんはね、クロちゃんとね、くっついたんでね、まあ卒業ってことで、いや、ぜひね、幸せになってほしいなって思うし、こうやってね、批判してるやつは許せないなって思います。で、こう、と、